コーナー30戦29勝3敗29勝のうち12勝が6カード公式計量は125パウンド4分の3新生事務所属今世紀初頭の日本ボクシング界のエースと呼ばれ5年以上の在位と柔道の防衛を果たした元 WBC 世界バンタム級チャンピオンそして昨年飛び級で2階級を制覇しこの試合が初防衛戦WBC 世界フェザー級チャンピオン長谷川今日のテーマは美しく7敗47勝のうち41勝の6勝公式量は124パウンド4分の3メキシコ合衆国出身その激闘スタイルは世界中のボクシングファンに広く認知されている元 WBO 世界バンタム級チャンピオンそして今夜2階級での世界王座獲得に挑戦する WBC 世界フェザー級第1位ジョニーフェザー級で7連続 KO 勝利メキシカンハードパンチャージョニー・ゴンサレスポイントになると思いますがジャリーン、まあ、ライブを打っていくときに右のガード左のストレートジャブジャブ左のボディこれが今出てました会長ですさあ左のボディいいボディですよこの方がスムーズに出てるんですよね位置に行きますからねなるほどそこ勝ち合えばいいあ左のステー今日はそうですねまっすぐ伸びてますね、はい、左か左左のボディかはい、まあ、左浜田さんですから、はい、その辺りも陣営は右のガードを上げろというのかなりあこれあこれ危ないこれ危ないこれが危ないですね気付けなきゃいけないですね、はい、あーっと1人また当たった長谷が動き直したわけですねあーまた1人1回動かんでくださいこれはちょっといけないこれはいけないあー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 いなさんちょっと熱くなってますか、はい、そうですね足止めて打ち合ってますね、打ち合ってくれた方が自分のペースになると言って序盤戦中打ち合うというのには作戦にはないやることなんですねそしたら必ずこのゴンサレス入ってきますからね打ってきますから第1ラウンドは長谷川の左ストレートそしてジョニー・ゴンサレスと左のフックまだ1回終わったばかりですから慌てることないですよ飯田さんはどうご覧になりますかチャンピオンの長谷川穂積バンタムで10度の防衛その後浜田さん今左フックうまく避けてますね長谷川チャンピオンそれでいいんですねそれで長谷川あーっと右ストレート鈴木さん、はい、チャンピオン陣営なんですが山下会長まだ付き合うなと、うん、手数スピードが内側が1枚も2枚も上手と言われていました、まあ、今みたいに攻める時の足は使えてるんですけど相手と距離が長いんでなるほど入っていこうですからジョニー・ゴンサレスはサウスポーにちょっと苦手、まあ、でもそーっとは言えない左のストレート今みたいに、しっかりとあーボディ左のボディパンチですよね前の手のあーボディの内打ち左の腹を切った右のストレートはこれはボールを小さくするといいですよ長谷川ですか、うん、もうこれはどんどん揺さぶりかければいいんあー左のボディ左を狙っているか長谷川左のボディ第2体重だったと思いますね鈴木さんはいどうぞ体を振っていこうとそして長谷川が足を止める瞬間があるのでボディフックをそこに当てていけという指示が出ています長谷川も力いっぱい左のボディを狙っていますしかし相手サイドのセコンドこう何でもかんでもアッパーから右を長いのそしてですねボディボディ左まず数を続けていけば相手のスピードを見たりますか左のストレート左のショートあー左を大きく打った方がいいですよ長谷川そうですかはいあー右のストレートキーゴンサレスちょっと首が後ろに折れました右のフック右のフィマスチャンピオン左のストレートしかし顔色変わりまあこの選手やっぱりキャリア積んで冷静さ持ちましたか8試合目長谷川はフェザー級では2試合目フェザーでのキャリアは自分の方があるとフェザー級になって自分に一番アッパーあーいいのフィマスチャンピオンフックフックちょっとガード低いですよあーっと打ち合った打ち合った左のストレートを伸ばしていったチャンピオン、まあ、まだ残り10秒切った浅いんで一か八かはまだやる必要ないですからねまだ第3ラウンドです第3ラウンドが終了飯田さん、はい、第3ラウンドでジョニー・ゴンザレスこの左フックが怖いこれですね多分もうジョニー・ゴンザレスとしては長谷川がもともと体格が大きくフェザー級では7あーっと右長谷川ダウン長谷川効いている腰から崩れ落ちました10年ぶりのダウンです10年ぶりのダウン試合終了長谷川敗れましたフェザー級のタイトルを取った時には非常に打ち合ったわけですがそういう試合は王座3度目の挑戦でようやく WBC 緑のベルトを手にすることになりました
浜田さん、フィニッシングブローはこの右のロングフックでした。相手が打ってくるところを踏ん張って耐えようとするところあったんでですね、いつものようにこれ足が動けばですね、長谷川の勘であれば避けられたと思うんですね。どうしても攻撃に行こうという姿勢が強すぎたんで、避ける姿勢にはちょっとならなかったんですね。相手が打ってきたらどうしてもということは話していたんですが、第1ラウンドから果敢に打ち合っていきました長谷川穂積です。これでジョニー